手組キーパー先生ニコライト。おーい、久しぶりですね、まいさん。ただいま。おかえりなさいませ。今日はただいま。まいまい退院お祝いということで、皆様拍手。まいまい、おかえり。ただいま、ただいま。じゃあ、るいさん、継ぎますね。どういう、ここですか？あ、いいんですか？私、継ぎますね。じゃあ、こうやって、こうやって、こうやって。これやって、こうやって、やって。で、こう自分で返して、こうやって、こう。で、こうなんですね。あ、そうですね。まあ、氷入れること考えて、はい、泡を私ひどい。どういきますか。あれ、どっちだっけ。こっちがこうだっけ。これ前もの、はい、ですね。乾杯。乾杯はいきなりなわけあるか。今日やめましょう。はい、前前はスーパードライ好きなんですね。これスーパードライのノンアルコールビールでして、これ逆かも。味飲んでみて、飲んでみて。なんか言っていいですか。布団食べてるような味しないですか。なんか綿みたいな。なんこれ。ぬる。どっちがどっちか分かんなかった。え、っていうかビール風味なんですね。なんかね、今ちょうどコンビニ3軒もあってやっと見つけたノンアルコールビール。ーありがとうございます。うん、あんま美味しくないですねこれね。マイマイどこ。マイマイここ。ただいま。そう、千春ちゃんね、前回出てくれたんですね。そう、まんまいない時に ね、そう、盛り上げてくれましたね。うん、お母っておかえりってことですかね。お母、お母さんのお母、お母さんとお母ちゃん。お母、土左衛門は、土左衛門はいないよ。おはよう、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 ありがとう。7月7日に、れいちゃんのバースデーがありまして、ありがとうございます。来てくださった皆様、お会いしてくださった皆様、ここありがとうございます。見えるかな、見えるかな。まあ、まあ、ありがとう。はい、あと後ろに大きいのが、そう、これね、ちょっとパロディですね。なんとかの剣のパロディですね。そう、なんとかの剣。気づきました、これもなんとかの剣ですよ。これほら、視聴性入ってるんですよ。おー、これラオウのそこです。 1,2,3,4,5,6,7 ですね。で、ラオウのあそこです。剣王の、剣王じゃないよ、あそこの馬乗ってるシーンです。うーん、スロットでいういるかいないかのあれ で、オーラまとってます、レインボス。気づいてください。気づいてください。細かいんですよ、相川。いかついポスター。いかついでしょ。うんいかついポスター。レイチェルキス顔してしたよ。小鳥か。みんな見てくれてんのかな。告知したんだけどね。ね、うん、あ、ここでね、ちょっとね、早いんだけど、はい、まいまい、観覧車様で前来てくださったマサさんから退院祝いです。え、私ですか。そう、まいまいが出るまで私も、私あれだなと思って、こないだ来てくれてた。はい、ずっと隠し持ってました。嬉しい。今見てくれてますかね。マサさん見てますか。やっと前前に渡せました。マサさん、ありがとうございました。イエイ。なんだろうね、中見ていいんですかね。ちょっと気になる。じゃあちょっと開けさせてもらいます、うん、何が出るかな。アイス来た。今日は本当めでたいね。あ、前前やるよ、ね、あ、これ開けててちょ。これいいやつのアイス、いいやつの。あ、いい氷だわ、うちと違うわ。いいこれで飲んだら別格や。価値割れやわ。すごい高い氷使ってますよ。ありがとうございます。なんだろう、なんだろう。は
からの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 見よう何が出るかな何が出るかなトゥルルルルトゥルルルルトゥルルルルトゥルルルって言うてそういう小笑いやめてください。あ、かわいい。え、やばい、欲しい。この上に今から来ます。え、超かわいい、超かわいい、かわいい、かわいい。まささん、まあまあ被告民かこの上に着るんか。こんな T シャツいらんわ言うで、ね、これ着るわ言うで、ね、着てください。ちょっとちょっとすぐ着替えてきます。私ドル側なんだ。じゃすぐ着替えてくるんで、うんうんうん、すぐ着替えてアイカーピンやってるね。違う感じになってきますね。うん、まささんありがとうございます。めっちゃかわいい。私の誕生日プレゼントないんかい。じゃあちょっとコメントでもね拾っとこうかな。ジャストブリングイット、そうこれかかってこいって書いてあるんですよ。今日ね、最後まで見てくださった皆様にはちょっと、うん、特別プレゼントあるんで、ちょっと最後まで見てやってくださいね。はい、あえ、はい、マイマイ着替えてきました。はい、どうも。嘘や、マイマイ早すぎやろ。あ、でしょでしょ、パッとね、パッと着替えてマイマイとこマイマイとこマイマイ、マイマイね、多分今リアルに着替えてる。マイマイここだ。マイマイここ、マイマイここって言わなきゃいけない。ここって言わなきゃいけない。マイマイここって言われたらちょっともうちょっと来て。ドラえもん来たよ。ドラえもん、すいません。ほらどうも、なんか出せや、なんかなんか出せ。ちょっとしたものとチンチンしか入ってない。マイマイが2人、マイマイが2人には無理がありすぎますが、はい、そうですね。ちょっとじゃあマイさん紹介お願いします。はい、紹介します。どちら様ですか。はい、そうですね、僕あのクラブスタイルというところから来ました、はい、ドラえもんと申します。わー、なんか出して、はい、社長ありがとうございます。なんか出して、なんか出して、なんか出して、ね、これしか出てこない。毎回これしか出てこないから怒られてる。これ腹巻きです。あ、これ買っときました。すいません、はい、飲みましょう。あざーす、飲みましょう。じゃあいただきます。はーい、ビールの方が良かったですか。あ、ビールの方がいいかな。普通の酒の方がいいですよね。はい、僕はノンアルじゃない方。お願いします。いや、ちょっと待って、ここのスタッフにガチとか言うとヤバいもんが飛んでくるんですよ。僕大体知ってるよ。マリさん、チンチン取ってください。なんとカーラ飲みますか。チンチン取ってください。なんとカーラ、あ、ドラえもんに何飲ましたいかコメントどうぞ答えます。そうですね、はい、ください。どうしよう、子供の夢壊せな来てるぞ。大体大体何でしょうね、大人の夢を盛りだくさんで生きてます僕。はい、おもかわゆす、おもおもおも、テレ朝に通報した、ありがとうございます。ありがとうございます。この間フジテレビの人に怒られました。このアンチのコメントのクオリティが高い、面白い、超面白い。はい、あのテキーラっていうのが来たんですけど、テキーラなんかないでしょ。テキーラでいいの、芋焼酎。これケンジ君の番組じゃないんだから。もう一度コメントちょうだい。何がいい、何がいい、本当に飲ませるよ。スピリタス、スピリ、リひらがなね、ひらがなね、うん、センスあるね。いいね、相川 T シャツくれそうなんですよ。今日番組の終わりにして、私がさっき脱いだ前前生脱ぎ、レイさんがね、今から脱ぐだろう T シャツを、はいはい、皆さんに最後裸で帰ります。はい、プレゼントします。なんで、欲しいやろう。カレーヌードルでも食べますね。あれ、あ、相川レイ、カレイ、カレイ、カレーヌードルや、カレイ。じゃこれもちょっとアップしようかな。見えるかな、カメラ、カメラ光ってますかね。だいぶ話、これ伝説のもう残ってないカップラーメン、最後の1個あげます。これ本当、レイさんさん、これまず最後の1個なんで、まず残ってないんで。これ前々の、これ前々の。あ、そう、そう、そう、1個1個、ね、あ、びっくりした、びっくりした。じゃあちょっと、おもお母さんにちょっと飲んでもらおうかな、はい、ぐいぐい来てるから、飲んでもらおうかな。うん、はい、なんでしょうね、タバスコ。どれが使ってる。見たい、見たい。タバスコとかないでしょ。だってタバスコとか、まさか、カレーにかけます。やっべ見えた。やっべ見えた。どうしようね、何飲ませようかね。タバスコ見えた今、すげえな。あ、あるんだ、へえ。おもちゃん、タケコプター、もしもーし、しっかん、昨日ありがとう。この中からタケコプターを出てください。今ね、ちょっとニコ生ナウなんだ、生放送中だから、ね、ちょっと折り返して、あのせめて僕、シータグラスもらってもいいですか。見てるか。2週間後来てな。スタッフの方グラスもらってもありがとう。そう聞いてたから、また折り返すね。あの最近のび太とはどうですか。ほいほい、
最近のび太とはですか、はい、あそうですね、のび太とは、まあまあ、まあ、ぼちぼちやってますね、うまく。今日ものび太は見に来てくれてるんで、向こう側に。何飲むんですか。これですか。じゃあとりあえずこれにタバスコを入れて、ビールを注ぐっていう仕方がないから、もうそういうやり方しかないやつですよね。辛口レッドアイってことですね。辛口レッドアイみたいな。出んのか、やんのか、出んのか、やんのか。観覧車さん。観覧車はのび太なんで、ほっといてあげてください。出ろよ、来いよ。ごめんなさい、ごめんなさい。のび太なんですか。嘘です、嘘です。はい、おはよう、言うて。聞いて、相川シラフだから安心して。あんな私の男かな、聞く聞かない、あ、そう。怖いな。先輩、お久しぶりです。怖いな。いらっしゃい。嬉しい。怖いな。じゃあ、すいません。すいません。じゃあ、とりあえず、分かりやすく、タバスコです。よく見てください。よく見てください。孫ごとなきタバスコです。すっげえすっぺん匂いがする。汚れたれた。さっきまでスタジオいい匂いだったのに、なんか。急にタバスコ臭くなりやがった、この野郎。マジいけるんですか。じゃあ、行きまーす。乾杯は、いきなり。いただきます。あ、すげえな、タバスコ。どう。タバスコですよね。え、どうも何も。孫ことない 100% タバスコじゃねえですか。どんな感じですか。そうですね、ちょっと辛めのピザ食べた感じですね。美味しそう、美味しそう。いや、楽しいわ、これ。直しに食べますか。何の話ですか。プレゼント的なやつじゃない。もう地球上に何個も残ってないやつでしょ、これ。3分でできるぞ、ね、うん、食べようか。カレーヌードル、お願いします。お湯沸かしてください。嘘やろ、やめよう、こういうの。もうすげえな、ここのスタッフ何屋さんだかだんだん分かんなくなってきたな。お、ドラえもんかっけえ、すごい男前だね。あ、ちょっと煽られてますこれ。トマトジュースやろ。いや、すごい汗かいてる。すごい汗かいてますよ。デッソースないの。デッソースここ置いてるから、本当そういうのいらないからね。めっちゃ汗かいてる。もうちょっと飲ませます。もうちょっと。僕ちなみに多分見てる方は多分このチャンネルしか見てる方しかいないと思うんですよ。ナイトチューブないでも、はい、結構いろんなチャンネルにゲストで勝手に出てるっていう。はいはいはい、見ました見ました。マニアックな子なんです僕。はいはいはい、はい、そしたらですね、今生放送中結構出られてますよね。思いっきり健ちゃんとかね、やってるよー、はいはい、出てますね。そうですね、ホストチャンネルは、はい、今のところ3つ4つぐらい新人していただいて。おもさん、あ、本当ですか。おもさん、ちょっと言って、じゃあ、はい、番組タバスコ飲ますか。宣伝していただいて、うん、番宣お願いします。どうぞ、はい、番宣お願いします。多分来月ぐらいにクラブスタイルというホストクラブ のチャンネルをまたやりますんで、その時はぜひ見てください。こんな感じなんですけど、ホストクラブで社長やってます。よろしくお願いします。そうだったんですか。大丈夫か、大丈夫ですか。大丈夫か。のび太くんからの指示が、のび太くんの指示怖いんですけど、スピーカスがありますとかいらないんですけど。持ってきてください、1個ください。私ね、でもね、生きててまだスピリタスってもの飲んだことないんですよ。あ、本当ですか。ちょっと一口にやばいですよ、本当に。ちょっと一回死のうかな。僕、本当にここが火吹いてる場所であれば、あのカンペ書いてる人がのび太くんですか。すげーいい仕事するんですよ。のび太くん、いい仕事するんですけど、のび太くん、レイが一気。いいの、いいの、口で言えや言うて、それ。レイが一気書かれてますよ。本当、ここのスタジオが、なんでしょう、燃えてもいいんであれば僕火吹きますけど。燃やすか、燃やすか。これですか、スピーダス。これが本物かどうかを画面上の人に分かるためには多分火を吹くしかないですよ。96%。ちょっとグラスください。ちょっとアルコール度数が高いため、ほんのちょっとだけね。ただ機材関係の問題で、でもレイちゃんファン止めてよ。アイカーファン止めろよ。スピリタス飲まされるんだよ。いいの。今から撮影なんで、これ終わったらダメですよね。レイちゃん愛してるから、グイグイ行こう。なんか賛否両論です。ちょっとじゃあスピリタス。あー、いいね。あーね、そうしよう。ファイヤなんかゲームして、うんうん、あ、なるほどね、はい、ゲームね。じゃあ負けたらドラえもん、それ私がゲームに入る意味ないだろっつって、うん、なんですかそれ。僕2分の1の確率のやつですよ、はい、いや、もはや3分の2ですから。そうですね、はい、だいぶどうしよう、何やる、31とかやる、刀。口から火吹いてみてって、口から火吹いてみて、これいいですかね、火使っちゃって。これ火使っちゃって大丈夫なんですか、本当に。したら僕、カンペ OK、 綺麗に吹けます。マジで綺麗に、あ、向こう側に向かってだったらいい。あー、なるほど、やめろよ、私のポスター向こう側に向かってだったらいいとか
マジで。おばちゃん、なんかいいライターありますか。あ、すいません。謝りライター、よいしょ。謝りライターあの、すいません。お願いが、空調だけ止めてもらっていいですか。危ねえんで、一瞬。危ねえ。この番組、体入りすぎる。手品みたいなもんですね、やばい、怖い、怖い、怖い。何か燃えそうなもんだっけ、ちょっとおかしいですか。私のポスト剥がすわ。あ、そうですね、そうですね、それが危ないですね、それが。俺何しに来たの、ここのチャンネル。大道芸見せに来たみたいになってる、だんだん。じゃあ、お母さん、面白いこと、はい、やってもらっちゃうかな。ね、なんでしょうね。え、これ大丈夫ですか。ちゃんとスピリタスですよね。孫うことなき、こいつは。逆にね。やるよ、本当にやるよ。逆にこれはちゃんとスピリタスなんですよね。はい。そうですよね。そこが一番危ないんで、逆にこっち側に来ていただいた方が、画面上こっち側に、こっち側に丸かぶりしてます。今丸かぶりしてますよ。殺される。これ芸人さんってどこの事務所、松竹前。あ、僕ですか。松竹前ですか。まあ、有限会社 DNA です。ありがとうございます。行ってもらいましょうか。じゃあ、スリー、じゃあそれで行きます。スーワン。やばい、パチョコ。やばい、おもろ、おもかわ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 。いやこれだ。アルコール、アルコール。違う違う、そういう問題じゃない、そういう問題じゃない。危ねえ危ねえ、マジで。マジスピリタスってことが入ってる。ってことは、これはちゃんと孫うことなきスピリタスってことが分かりましたね。大丈夫ですね。火を吹けるお酒です、これは。やばい。もうやばいですよね、これ。もう一回やってっていう、ね、コメントがね、すごいアンコールがめっちゃすごい。アンコール、もう一回。何でしょう、リスナーの皆さん、分かりますか。これ口の中にアルコール入れてるってことは僕酔うんですよ、どんどん。すごい酔い方するんですよ。あー、ラスト1回。お前誰だよ。ラスト1回も何も。悪すぎる。2回目じゃねえか。悪すぎる。これから毎回来てもらっていいですか。めっちゃいい時間するから。さすがです、ありがとうございます。なんあ、じゃ あちょっと答えよ。この番組、体張るんで。どういう意味で。張ってもらわないと。あんまり、すみません、こっちか、こっちか、どっちでもいいんだ。だったら、いやね、こういくと、こういくと燃えないんです、こいつ。これ燃え上がるとダメなんです、それは。スピリタスって、スピリタス行った後の、のタバスコ。おスピリタスで冷やした後のタバスコ。ヤクザか。スピリタスで熱くなった後の、違う意味で熱くなるタバスコ。そうそう、それがいいわ。すみません、画面になんかおかしなって感じしますけど、画面に完全にもう、なんかどうしているか分かんない状態でいるんですけど。いや、とりあえずもう一回らしいから、リスナーの方がもっと欲しいよみたいな感じでコメントバーって言ってくれれば。やべ、すいません、 NG コメント入ってます。NG コメント入ってます。大丈夫ですか。今生まれて初めてスピリタス飲んだんですけど。はい、やばいでしょ。こういうことね。こういうことでしょ。こういうことね。壁に動画した。何も言えない。ドラえもんピンで言ったらいい。じゃあレイがピンで言ったらすいません。レイが挑戦。さっきから僕ずっとピンですよ。いや今挑戦したけど。ちょっとスピードがきついかもしれないです、レイさんには。燃えるやろ。いやこれ練習しないとまずいよ、これ。じゃあ素人じゃできないでしょ。素人か。あ、まあ素人ですけど。いや、すいません、これ普通に初めてやる人じゃできない。初めてやる人じゃ多分無理です。無理か。絶対やけどするのやめた方がいいですね。怖い、はい、顔が命だから顔売ってるからごめんなさい。そうですね、はい、僕の場合は別に顔が命じゃない。ごめんね、イケメンですね。そう、本当ですか。マイマイぞ。本当ですか。あ、バイバイだ、バイバイ。いやいや、じゃあ やりますか。あ、答えてくれるんですか。答えましょうか。おお、やるってよ。ホストクラブで毎日やってる。やるはずねー。やるはずねー。毎日はやらねー。さすがに火災報知器反応しますよね。これ毎日やってたらセコン来ますよ。やばいねー。ビデショーでセコン来ますよ、ほんと。ドラえもん首長いね。首長いね。あ、これ首長く見えるようにわざと青いやつ上まで一生懸命。まあやってもらっていいですか。あ、わかりました。はい、結構厳しいな、おい。この番組きついですよ。じゃあすみません、もう一回危ないんで退避してもらって。はい、ファイヤー。なんか画面に映ってることを考えると。ファイヤーまで3、2、1。うわぁ、おぉ、ドラえもんが燃えた。じゃあ、いただきます。クイ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 。やばい、口の中、口の中わけわかんないことになってるよ。さすがにやらせすぎました、すいません。
これ着ますか。その上にも重ね着。これはでも重ね着。あれでしょ。ドラえもんが着ると急に価値が下がるやつでしょ。今日これ視聴者様のプレゼントなんでね、わ、はい、かりますよ、その2度ね、これね1回だけで終わんなきゃいけないのに、はい、あの2回目さすがにあの感動薄いですよね、2度目の感動の薄さ。あー、ウケるコメントひどいねえ、ここまでしてお前できんのか。あれねえんだろ。あ、死ぬ気で来いよ、死なねえから。来いや、出た名ゼリフ。死ぬ気で来いよ、死なないからNG コメントですか。どんだけ悪いこと思ってん。すごい二度目の感想の感想の人がドラえもん最強じゃん。レイちゃん手振ってだって。わー、ありがとう。セットだよ、セットだよ。賛否両論ですよね、こういうのね、大体。いや、でもどっちかって言ったらよかった。素晴らしい、汗が半端ない。本当ですか、本当ですか。いや、それ辛いからね、辛いからね。ティッシュください。おもかわさんの汗が半端ないです。はい、ちなみにクーラーめっちゃ効いてるレイさん。ここ違うから、ね、それだから急に価値が下がるから、視聴者様がいらなくなる。おいおい、それはいらないよって言われる。すいません、本当なんか僕オナニーしてるやつじゃないですから。急にティッシュ渡されてこうやって撮るって撮りすぎやろ。画面まとめて画面上でどういう扱いなんだろう、分かんないけど、まあ、まあいいかな。マイマイ、あゆやってって。あゆ、そんなんできないよ。どうもありがとう。あちゃちゃちゃ、みんな見てた。そのレベルで良かったんだったら僕火吹かなくても良かったんじゃないですか。いや、同じレベルですよ。同じレベルですよ。はい、はい、今ちょっと軽い気持ちだった。どうもありがとう。じゃあ良かった良かった。うーん、なんだろうな、ドラえもん、俺はどこにいるの。拾っていいですか、はい、ホストクラブ、そういう芸やってくれるなら女連れて行ってみようかな。おお、女性も歓迎だし男性も OK ですよね。男性も基本 OK ですね、OK ですね、はい、基本は OK です。ただ火は吹かないよね。突然吹いたりしないです。大体わかるでしょ、突然いらっしゃいませブワーって吹いたら、あのただの危ないやつでしょ。一日何回までだったらやってくれます。一日ですか。あー、まあ3回かな、うん、結構やるんです。結構やります、ね、ギリギリ3回、ギリギリ3回、ね、頑張って頑張って4回、うん、もうちょい頑張って5回やれよ。なんだろう。あ、ホスト嫌いだって。あー、わかります。でも、もかわさん見てホストですか。いや、そのコメント欲しいですよね。うん、うん、ああ、視聴者の皆様、皆さん、ほんと多分、ホストクラブってやっぱ、はい、髪ツンツンだったりそういう人を想像してるわけでね。ドラえもんは席につくんですかっていう説明。ドラえもんですか。ドラえもん席バッチリつきます。はい、じゃあ、せっかくこの番組に出てもらったんで、ちょ、割引特典とかないんですか、初回。あ、初回ですか、ね、うん、初回、どこまでやってくれますか、社長。ナイトチューブ見たで、はい、女性限定です。女性限定です、とりあえずは。女性、とりあえず女性限定で、2時間無料で。ただただです、ただです。もしくはテレビショッピングみたいな感じですか。そうですね、なんとなんとみたいな、なんと今回に限りみたいな、はい、やつです。それすごいですね、はい、飲んでいいですか。赤字じゃないですか、店が。店赤、大赤ですよ。あ、意外とこうやって毎回いろんなチャンネルで言ってるんですけど、チャンネル、はい、そうですね、さらに先着10名火を吹きます。なんなんだろう、のび太くんはマジで。これ見してやりたい、この画面見してやりたい。はい、ね、もうそうですね、ナイトチューブ見ました、来ました、うん、はい、はい、先着10名に限り、火を吹きます。マジで。じゃあ、はい、さっきのギリギリ3回とか出し押しだ。いや、だって1日に10名来ないでしょ、多分。あ、そうだとして、どうする。今日この後めっちゃ行ったらどうする。めっちゃ来たら嬉しいっすよね、そりゃ。生放送なんで、このまま、このままね、これ見たい勢いでね、うん、一緒に飲んでる仲間もいるし、酔っ払ったまま、このまま。なんだったらね、今営業中、外抜け出して遊びに来てる状態ですから。ちなみに営業時間は何ですか。営業時間、夕方6時からやる。夕方6時から1時まで、はい、そうですね、12時半ですね。11時半までです、ね、で1時に完全に指名もできるのって書いてますよ。はい、誰ですか。指名もできる、多分おもちゃじゃないですか。あ、僕のことですか。僕指名もできますけど、そんな無茶なことはしない方がいいと思います。私指名したいけど、ね、逆にね、突然夜中にこういうチャンネルに呼ばれて、一回 CM で、あ、真面目なのもそうですね。すいません、すいません、AD がそう言ってるんで、じゃあ CM どうぞ。
っていうかね、CM 中の方が面白いっていうのはどうしたらいいの。ちょっとティッシュもらっていいですか。あ、ティッシュですか。あ、すいません、はい、あ、何でも入ってるんですね。大体入ってますね、はい、ティッシュ、あ、ティッシュ入ってます、ティッシュ入ってます、はい、ね、やりたかっただけです。やりたかった、ちょっとやりたいやつだな。捨てるんか。結果大して使わね、仕込んで、仕込んで使う。自分で突っ込むって出すっていうね。ニューハーフはどうなんですか、うん、ホストクラブに行ったら。ニューハーフ全然女の子で無料になるんですか。ニューハーフさん、あ、ニューハーフさんですか、うん、ニューハーフさんとあと、ゲイの方ですね、うん、に関しては、微妙なので、受付で聞いてください。あのよくいるんです、男の人で酔っ払った勢いで、あの自分はゲイだって言い張る方が。あ、それすごく微妙なんで。あの、いける感じですか。あ、僕ですか、はい、僕は別に基本大丈夫なんですけど。え、どっちの話、接客でしょ今。あ、接客よ。え、抱かれる方の話してるの。抱かれる方は、抱かれる方はまだ未体験なんで、うん、なんとも言えないですね。あ、はい、重川さんレベルだったらまあいけるかなと思って。あ、そうっすね、はい、まあ別にお尻自体には嫌いじゃないんで、多分大丈夫。あんま話聞いてなかったんですけど、何の話言って、はい、ティッシュ営業の話ですね。ティッシュ営業の話です、ね、ティッシュ営業、はい、場所、店の場所はどこで書いてますよ。D2 ビルですね、歌舞伎町。 D2、はい、はい、D2 です、 D2 ビル3階です。重川さん痩せそうだね言われてるけど。痩せそうだね、痩せそうだねってきた。いや、痩せないんですよね、それは。痩せそうだねってきてる。痩せたい、うん、できることなら痩せたい。あの、この左の子とか右の子っていうのはだいたいみんなの画面から見て左なのか右なのか、そう、わかんないですよね。こちらから見て左なのか右なのか。今決めた、マイマイが右、はい、姉ちゃんは左、左真ん中はドラえもん、ドラえもん、はい。多分これ本当に10組来ちゃいそうですね、はい、全然10組来てくれたらもうすごい。でも初回でさ、火吹いて、はい、タダで帰られて、はい、たまったもんじゃないですか。真ん中かわいいって、まあ、どうですかね。そのだから結局これを見ててノリで来てくれたんだったら逆にノリで答えますよ。ノリで答えます、それは。それノリで答えます、全然。マジで、まあその、そうだね、相手次第ありますよね。そうですね、はい、うん、はい、いや、スピリタスやばいすぎだ。やばいでしょ、はい、生まれて初めて飲んだって。ベロがダメです。でしょ、はい、あのご飯の感覚がその後おかしくなったんです、ちょっと。え、本当にこうやって火吹くんですか、スピリタス。で火吹きますよ、あの、ガソリン、見たい。もういいっす、もういいっす。今びっくりした、記憶のない子なの子と思ったが。あれっつって、もう大丈夫です。あれ、俺今なんか夢見てただけなのかと思ったが。ガソリン、ある意味ガソリンですもんね、お酒は。そうです、はい。西川無料っていつまで、そうですね、まあ今月いっぱいですね。そうですね、今月いっぱいですね、はい。もう今月も短いからなんか10日ぐらいしかないしね。そこをナイトチューブ見たで、で大概あのナイトチューブのチャンネル僕が週1で出てるんで、何かにあの、ね、ずっと続いてる感じはあるんですけど、有名ゲストさんですから。そういうあの、はい、あの2時間無料いつまでは、大概いつまででもです。エンドレス無料、はいはい、ね、そう考えて意味ないじゃん。1回目行っても無料になるんです。でも大概ナイトチューブ見たんで来ましたはいないです。いないですか。でも見てるよね、お客様はね、絶対ね、来てくださってる方は。道端で声かけられることが多くなった。普通の格好してて普段普通の格好。あとこれで日々歌舞伎町で生活したら頭おかしいでしょ。営業中は、営業中普通の格好してますよ。そうなんですか。え、今日来るときは、今日来るこの格好。え、何、今日来るとこの歌舞伎町、この歌舞伎町。いや、生まれも育ちも歌舞伎町なんで別にこの格好で歩くこと自体は恥ずかしくないですけど、ただ普通頭おかしい人でしょ。ちょっとだけです、ちょっとだけ、だいぶ。ドラえもんあんま夢壊さないで。え、女装で行った人に特典はあるんですか、男のお客さん。違う違う、女装で来たから、だからさっきも言ったように、あの女装で来たからといって何かじゃないんで。ドラえもんかぶりは、ドラえもんかぶり、ドラえもんの格好で来た場合は、全身体質で来ていただければ、じゃあ何か僕からサービス出しましょうか。そのサービスいるか、いらんな、求めてないです。どこにサービスとか、そうですね、それはいいや。え、あ、ごめんなさい、じゃあもう一回だけ宣伝させてもらいます。ビルはどちらですか。リーツビルです。はい、リーツですよ。ずっとうちのビルの宣伝してますよ、どっちかっつったら。そう、なんかもうずっとビル、これ多分身内ですよ、きっと。リーツビル、リーツでしょ、リーツビルの3階ですね、うん、はい、クラブスタイルって言います。どこでもドア、タケコプター、
そうですね、今コメントでリーツビールってちゃんと入れていただけた感じがすごいな。うーん、面白いですね。はい、でも本当歌舞伎町の中で急にドラえもんって言われるようになりましたね最近。何もしなくてそれ言われるのすごいですよね。僕もびっくりしました。このニコナイトでは何曜日の何時か出てるんですか？全然僕決まってないです。あ、ゲスト、完全ゲストなんですよ。僕あれですよね、ゲスト率一番高いですもんね、スタッフさん一番高いんで、あのなんかいろんな他チャンネルに出てるゲスト率で一番高いんで、いろいろ出られてるのは、はい、はい、あのよくわかんないです、あの突然電話で呼ばれるっていう今日誰も来ねえからお前来いよ、ドラえもん来いよって言われて行け、電話で呼ばれるって、はい、スカイプでも何スカイプでも何でもなく普通にあの呼ばれるっていう感じですね。キャバクラに女性来ると、え、全然来ると抵抗ある、え、嬉しいですよね。女の子にもめっちゃ来ますよね、うちなんか、うん、女の子来てくれて嬉しいです、うん、昨日私女の子と同伴してましたもん。おお、はい、でも、オモも番組見てるでしょ。オモは出ながら見てるってことですかね。そうですね、はい、はい、仕事に行きながら見てる、あ、仕事場で見てる、あ、それあまり言うと怒られるあ、こうやって携帯見ると結構照明暗いかもね。いや、でも大丈夫かな。でもじゃあ、まあこんなもんか、まあ、そんなもんといえば場所が変わったしね、うん、はい、うん、あの僕が普段映ってるやつだともう完全にこの蛍光灯までついてるんで、もっと明るいんだ、はい、まあこれぐらいちょうどいいですよね。こんないい雰囲気ではないっていう。あ、なんでしょうか。あ、観覧車様ですね。観覧車様ですか。 C? C? わかった。いらっしゃい、いらっしゃいませ。はじめまして。いらっしゃいませ。お名前は聞かない方がいいですか。 OK です。面白いな。何者だ。観覧車突然来るのすごいな。逆になんか家からねくつろいでますけど。全然そんな、なんかちょっとドラゴンボール、ドラゴンボール的なカプセルね。これすごいね、座り心地いい。これいいですね。もともとあっちだったんですけどね、うん、うちらが観覧車ってことみたいになってる。なってますね。逆だからどっちがそうかわかんないですけど。カンペはもういい感じですか。うん、観覧車さんは全然どしどし来てくださいよ。見てくださってる方、はい、全然ね。来ます。あ、僕らの時は仲間内と、うんうん、あとその日放送する例えば違うゲストで呼ばれてる子の友達とかが来てたりとかすること多いんですけど、はい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 、でも突然はあんまないですよ。あんまない。そう、なんで逆にすげえなって思います。たまにいらしてくださるんですよね。はい、あの大体来てくれますね、観覧車。うん、どこに来ればいいの。場所をなんて言ったらいいかな、花道通りの通りそっから説明ですか。歌舞伎町に詳しくなかったら花道通りがまず分からない可能性ありますよ。有限亭を、あ、そうですね、有限亭越えて、はい、越えてスペーストラストラストっていう青い不動産屋を丹座レフトですよ。そうです、そうですね、はい、こっち左ね、左丹座レフト、はい、うん、でまっすぐ行くと焼き鳥屋さんとかの横にあります。ありますね、はい、横がもう寒いの、寒かったです。あの分かりづらいと思うんですけど、え、こんなところなのっていう場所ですすいません、これどうしたら動くんでしょうか。ちょっとごめんなさいね、あ、はい、話し続けましょう、はい、うん、これがちょっと怖い人多い怖い人多いこと歌舞伎町怖い人しかいないですよ、歌舞伎町、うんうんうん、集まりですもんね。怖い人なんかいないですね。怖い連中ですよ。だドラえもんの格好してる人が歩いてるぐらいですからね。そこ怖いですよね、街として普通じゃないよねまあ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 全然ありえておかしくないですか。あれパセラって交差点でも手前だもんね。パセラは全然区役所通りです、ね、はい、そこ交差点を曲がります。はい、ちょっと僕一個だけいいですか。はい、すみません、僕あぐらかいていいですか。ああ、どうぞどうぞ。書きたい。さっきからずっと正座が、ね、正座が痛くて観覧車さん携帯見てますけど、もしかしてそこからここにコメント飛ばしてます。あ、そうなんだ。どれ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 、もしもしどれどれどれ、ほんとにありがとう。多分知り合いに殴られて鼻折れたっていうのは観覧車さんの話ですか。あマジで、マジあるよね。違うのかな。歌舞伎町あるあるんだね。ありますね。また変な顔文字入ってきた。こんなやつ、あーみたいな。マイマイの顔打ってほしいな。これ、あーか二個ですよ。しびれた。それ私って誰や。
おられた人いるか。だん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 コメント上で会話しだした。ねえ、あのこれやろ、このこの顔文字これ。ニコーで。あ、いたんですね。あ、いました。あ、大丈夫です。あの僕あのちょっとしたちょっとした面白いアイテムとして使ってくれれば。もう改良とか考えてるの？社長。考えてないです。考えてないです。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大会最後までお付き合いしますよ、ちゃんと僕は。はい、本当か。じゃあそろそろ帰っていただいて。あ、本当ですか。じゃあ問題なければもうそろそろ、はい。そろそろ帰って。ありがとうございます。すいません、あの伸びた君からも。え、どっちですか。最後は二人で。え、やる感じ。はい。あの、もともとある程度までで、あの笑いを取れれば僕はいい。そうだ。はい。ね、ここティッシュ詰めたの。え、違います。あの、おしぼり詰めてきました。画面に詰めて。ちっちゃい小細工。まず。じゃあ、すいません、ありがとう、おもちゃん、ま、最初から最後まで面白かった。あ、あの、忘れ物、はい、あ、これあ、すいません、すいません、あれ、これも余ってるよ。あ、これも、これも余ってない、余ってはいない、うん、飲まない、余ってはいない、飲まない、いやー余ってはいない、飲まない。最後にじゃあもう一回紹介だけさせてもらいます。はい、スタイルの社長の重川さんでした。どうも、おもちゃんです。おもちゃ、また遊びます。どうもありがとうございます。また遊びます。お忙しい中すいません。わざわざ来てくれて。お仕事を頑張ってくださいね。どうも。女性の方に限り。おもちゃ、その格好でキャッチに行っていただいてもいいですけど。すごい。10名様まで火吹いてくれる、おもかわ社長でした。おもちゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、面白いわ。社長、ありがとう。ありがとう。さよなら、今日もしかして帰っちゃったんですかね。本当に帰ったんですか。帰っちゃいました。ちょっといろいろ忙しいので。そうですね、ありがたいですね。ありがたいですね。いや、観覧車様、何か飲みますか。何がいいですか。声張れやー言うて。はい、あ、じゃあこっちがビール、こっちもビール、どっちかな。こっちで、はい、はい、ビール。ビールあったっけ。ありますよ。あ、偽物ビールしかないです。本物ビールありますかね。あれも偽物ですか。取っちゃっていいですか。あれ多分いいんじゃないですか。あ、じゃあちょっと待ってください。私も本物飲んでる。あ、買って返せばいいですよね。うん、観覧車さん、こんなのもあるよ。いらんね。すいません、ガラスありがとうございます。お前さん、これ開けてください。はい、後で買って返します。すいません。誰か他の番組の方から盗みました。すいません。テキスト悪くて申し訳ないし。氷入れます？アイス。いらないですか？ちょっとぬるいかも。冷えてる？ちょっとね、1個入れたいな。レイさん。ちょっと待ってください。見てください。いいこと書くねー。ちょっと乾杯だけ一緒にしましょうか。ごめんなさい、あんまこれ以上行くと映っちゃうからね。ここまでだったら大丈夫かな、多分。前々がいいこと書きました。夏はビール、乾杯。どうもありがとうございます。飲もうか、みんなで。誰かフリーズしてるよ。ん、毎毎お酒飲めるようになったの。まだ飲めないので、あのノンアルコールビールを飲んでます。なんかいろいろ3つ試して、サントリーとキリンとアサヒと、アサヒが一番ビールに近い。あ、なんかね、結構おいしい。キリンは薄い味がする。そう、なんかちょっとサントリーはフルーティーだし、だからね、キリンが一番おいしいですよ。全然違いますね。毎毎完全にお酒やめたの。あと1ヶ月だったら普通の人ぐらいには飲めますね。飲みすぎない程度に。飲みすぎない程度だったら、乾杯程度だったら多分飲めるようになってほしい、うん、ちょこっとだったら大丈夫です。ほんと今はね、体に立ってください。いい話やめよう、はい、いい話やめよう。ちょっと顔文字とかね、多いからね、どうしよう。この顔やればいいのかな、毎回毎回。それの、それで、これ、あの、猫みたいな。あー、こいつ、こいつ、かわいい、かわいい、こいつ。私、こいつ好き、こいつ。これ、めっちゃ好き。土下座しろってか。どこ見てんの。あ、顔文字いっぱい来てる。うん、あ、私、この目2本あるの好きです。え、あそこで、あなた、打ってますね、顔文字もしかして。打ってない。もしかして、工作員ですか、あれ。こ
工作員か。工作員か。今日まったりいいね、まいまい。まったりもいいですね。いいね。覚えてていいですか。見えます？あ、いっぱい来てる。顔文字いっぱい出てる。ねえ、もう顔文字しかないじゃん。ありますかあれ。なんすか？あ、あれを。メールでどんな顔文字を。あ、消すやつがない。ここにね、ついてるんですよ。すいません。白のポスカください。おーマイマイだ。おーこいつよく使いますね。そう、これよく使う。私使うやつも書いていい？いいよ、また一回消すね。すいません。あ、こうなってるんですね。そうなんですよ。マイさん、後でサインもらえますか？あのね、T シャツにね。最後まで見てくださいよ。見てくださいね。うん、見てくれてた方には漏れなく、さっきも言いましたけど、これあげます。はい、あとこれも相変わりヌードル、カレイヌードル、相変わりヌードル凝ってるんで。そうなんですよ、貼って剥がせるシールです。ザレイさん書いてる、私これ読んでますね。はい、必要な酒の目安量300リットル、愛情3分、よくかき乱してお召し上がりください。ここから脱がすって書いてますね。縁か。あ、うまいうまいうまい。し、そう、こいつムカつく。口ムカつく、口がムカつくんですよ。眉毛もうざいんですよ。なんか何かとね、これこれ私が好き、一番好きなやつこれ。やだそいつ、しょぼーん。これね、何かと使えるんですよ。しょぼーん、しょぼーん。話を変わって、はい、たまにはレイのセクシーポーズが見たい、やってみますか。何、キャバキャバポーズやるの。こういうの。ああ、こんなんだ。オッケー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 、終了。何やそれは言うて。撮影の時ね、こんな感じですよね。前前のセクシーポーズまで3、3、2、2、1、1。こんなやつで撮影でこれですね。グイ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 。ちょっと寒いね。うん、あの、私たちが、まいさんすいませんでした、むちゃぶり。よくない？寒いですね。これ本物？これモノ本ですね。あ、これ偽物ですね。あ、これマイマルですね。あ、これ本物だよ。ほら、スーパー。あー、ごめんなさい。超似てるよね。ほんとごめんなさい。わかんないんですよ。ちゃんと泡も立つ。偽物。そう、偽物。偽物。あのね、気づいた。あ、偽物だと泡がない。泡がね、一瞬出てすぐに。うん、なくなっちゃうんだわ。あ、そこが違いだわ。どうやったらプレゼントもらえるの？どうやったらしますか？こちらまで取りに来ていただく。もしくは、この番組の、ネットとかにも住所とか書いてありますので、そちらに連絡いただければ電話してください。番号載ってるんで。こちらまで言うて。こちらまで。載ってない載ってない。そうですね。あとで最後の10分でサインをアイスいただこうと思います。これ表じゃないの、これ本当は裏なんですよ。そうなんですよ。で、かわいいですよね。後ろ何もなしだから、あの、がっつり書きますね。かかってこいですね。かかってこいですよ。じゃあちょっと本物ビール飲みたくなっちゃった。もういっちゃえよ。すいません、シラフの私はちょっとね、塗りが悪い。いっちゃう、いっちゃう。レイさん、いいですか、次ましょうか。いらん、いらんな、そのままいらん。いただきます。ナイトチューブ見たで、うちのお店に来てくれて指名をしてくれたら、あ、これなんか聞いちゃった、うん、名乗り子で、すいません。名乗り子で出てきました。なんかこんなになっちゃいました、すいません。なんか特典しますか？あ、そうしようかな。何にしましょうか。じゃあ、まあ、勝手なことするとうち1時間無料とかやったら叩き越されるので、じゃあ、ビールか、うん、ライト中見たよって指名してくれたら、ビールかノンアルビールを。そうですね、これを、うん、ってことにしますね、店長。あー、でもそれ安っぽいかな。ちょっとじゃあ CM 一回挟みます。考えとくね。 CM どうぞ。
今ね話し合った結果指名してくれたら生プラスお菓子とかね、お菓子乾き物お菓子かなんかとサプライズをあげます。サプライズって何くれるんですか？じゃあ例えば舞がお客さんで、あ、ナイトチューブ見て指名できたんですよね。あ、本当ですか？うん、なんかビールとか飲ませてくれる。舞の場合とまたお客様違うから、やってくれよやってくれよなんかサプライズあるの？しましょう。なんか二人つきます。あ、指名でどっちでも構わないです。マイマイでもレイちゃんでもこれ見て指名できてくれた人は漏れなく勝手に二人つきます。はいはい、すごくないそれ？すごい。まずそれすごいことですよね。二人同時につきます。これなかなかないです。なんでそろそろ火吹きますかやめましょうね。ちょっとむせたけど、本当にやりそうになってむせてきた。あ、ちょっとごめん宣伝するね。ネイル、はい、可愛いよね、すごいですよね。いや、ちょっと長すぎちゃって、辛いですよ。わ、すごい長い。あの、コンタクト取れないですよ。これからね、今、リツネイルの撮影に行ってまいります。一本一本違うんですね。すごいじゃん。アートすごくないですか、これ。すごい、やばい。何時間かかるの？ブログ見てね、6時間です。かゆいとこ書いてもらうぞ。その時は呼んでくださいね、便利便利これ。これから。マイマイはスカルプとかしないはずも、ジェル、私ジェルよりかスカルプの方が取れないからいいんですけど、うん、やるとしても短いのが好きですね。2ミリ3ミリかな、いつも。ちょっと長いぐらいのフレンチとかシンプルなのが一番いいですね。服どこで買ってる？じゃあちょっと今日は答えようかな。マイマイは、はい、でもブログとかね、みんな読んでないのかい書いてますよね。書いてます、書いてます。はい、まあ、ちなみに今日を着てきた服、ラブレスとあとロイフラ でこれがさっきいただいたドルチェ&ガッパ。ええ、もう早速着てますけど、いいですね、夏に着やすいですね。それ可愛いですね。今日私も一緒で着てきた服は全部ロイヤルフラッシュっていうお店で、はい、買いましたね。便利ですね、あそこのお店全部揃ってるから、うん、便利ですね。はい、がベッドロックですね。でもちょっと最近ザラとか、ああ前もたまに行きますよ。たまになんか、はい、トップショップもちょっとデビューしたくて。へえ、意外と物がいいみたいですね。うーん、メイクのポイントは何もないよ最近ね、桐生印象、ゴールデンボンバーの桐生さん様しか言われない。そう、メイクも何もないですね。なんか聞いた話ですけど、どっかでなんかのボーカルに間違われて話しかけられた。この辺のホテル街を歩いてたんですけど、うん、まあ女の子に握手だけでいいかなサングラス取ってください、握手だけでいいんかって言いましたか、そこは。笑ってスキッパちゃうぞーやってそれで買いました大丈夫です握手求められない。ちょっとやろうかと思った。でも逆にどうもみたいな、芸能人ぶりたかった。あれ、レイさんもうすぐコメントせんですね。あ、嬉しい嬉しい。そんなもんか、それしか来てないのか。もうちょい、うちの番組こんなもんか。もうちょい行って、あ、そう、寒い前番組屋の前も思ったの、若マス若翼に似てるって前言ったことあるよね。ありがとうございます。似てます似てます。なんか自分で言うのもあれなんですけど、前まで金髪で前髪パッツンでロングで巻き髪だったんですけど、その時は言われましたね、うん、そう似てる。今もうあの男しか言われないですはいまあでもホテル街結構飲み屋さん多いからね。行きましたね。飲み屋てか、うん、飲み屋の目の前にホテルとかあったりとかするんですよね。そう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 、結構飲みますからね。レイちゃん歌うまそうだね。声が出ません。何歌いますか？やっぱりいつも一緒に元彼殺す君の、やめよ、レイがそっち言ってください。あの、多分、ちょっとね、もし来てくださる方がいらっしゃったら、うちのビップルームで暴れましょう。一緒に暴れましょう。はい、ビップルームにカラオケあるんで、はい、暴れましょう。ゲイやってるとついつい見、そうだよね、見ちゃいますよね。どういう意味ですか？さっきみたいに火とか吹いてたり、ゲイをやってると、うん、それに見ちゃってコメントが止まっちゃうとその通りだね。あ、そうか、じゃあもう何もゲイすんのやめて、こういう感じで、うん、このまま生き物かつまんない女になったの、マイマイ。レイさん、マイマイとこー、マイマイここ
ありがとうございます。ありがとうございます。ここバチバチのところやぞ。笑いじゃねえぞ。笑ってる場合ちゃうぞ。地蔵地蔵地蔵か言うて。二人とも仲いいね。キャバってすぎ好きギス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 してると思ってた。あ、前これ第1回か2回の放送でも言ったんですけど、初めはねマイマイと私ね仲良くなかったんですよ。仲悪かったんですよ。悲しいことに。そうなんですよ。会っても挨拶しても無視されるし、うん、うん、で同じ席に突っ込んだんでまずない。ないですね。うん、バッチバチっていうかなんて言うんだろう、うん、よくはなかったです、うん、けど2人で泣き合いましたね。いや、交互に泣きましたね、はい、酔っ払ってね。でも今は仲良くなりましたね、おかげで。海に行きましょうね。去年ね、一緒に行ったね、うん、去年一緒にレイちゃんと海に行ったんですけど、ブーに行ってきました。あの、うん、ブーに行ったんですけど、あのバナナボートから落ちて、私一瞬私落としたのでしょ。あの防寒前々の足持ってボン海の中に行こうね、なんとか船みたいなやつまで行って、あのクルーザーで、そう、一瞬みんな私に気づいてくんなくって、ここですよみたいな、あの端っこのところ死にかけますよ。行ったんですか。ん、行ったんですか。うん、泳いで、いや、あのバナナボールとか落ちてポーンって遠くまで行ってライフセーバーが迎えに来て、気づかれたこともこんな感じ。でも私は見てたけど見えなくなった、遠すぎて。でも仲悪かったのによく仲良くなって、うん、マイナスから入った分、うん、で舞が結構周りあんま関係ない感じのタイプで、でれいちゃんその時なんかちょっと情緒不安定でちょっと暴れ気味だったのよ、ね、割れてた。だからもうしかも外野にめっちゃ言われるから余計合わず、そう、悲しいことがあったんですね、その時ね。そうなんですよ。マイマイ無視とか怖いよ。ちょっとあれは無視せざるを得ないぐらいやばかったんです、あの時の相川さんは。私はひどかったよ。でも限定3ヶ月だけだったよね。はい。その後いきなり。しかも地震とか重なってやばかったですよ。私本当精神的に。あ、地震ですね。はい。その時です。ちょうどその時にヘルバールに入って、その1ヶ月後に地震起きてですね。ビール 3リットルくらいしか飲めないんだけど、キャバ行って楽しめる。いや、かなり楽しめますよ、3リットルも飲めたら。3リットルってどのぐらい、500ミリか。これが200か500なんで350。うん、ってことはこれ大体10本近く、8本。あ、めっちゃ飲めるじゃないですか。うん、マリさん不思議系さっぱりサバサバかな、なんでしょう。私はすごい不思議ですよって言っただけ。ごめん、私が悪いこと言ったばっかりに綾瀬怖いばっかり来ちゃってる。そうなんだ、私はこの綾瀬怖いっていうコメントを打ったのは彼だと思う。ほらほら笑ってるね。もうでも私本当にね、よいしょ抜きでマヤマヤが大好きですよと。面白い。うんうん、マヤマヤ今はすごい本当に好きですよ。一日何回電話してるか分かんないですね。そうですね、困っちゃうんですよ。お客様の着信に聞けちゃうんですもん、お前さんのおかげで。それ言い過ぎやろ。あ、マジ聞いたんですよ、電話しなきゃいけない人に。見てるよ、ミヤモ48。マジ？メルモの。あ、本当に。2週間も来たい言ってたんですけど。あ、ついさっきあのメルモのしおりちゃんから電話って。2週間後ちょっとゲストに。ゲストに見てるんだったら分かるよな。おいでよ。来てもらいましょう。20分間だけやぞ。うんうんうん。去年の伊豆だよねって。伊豆なんですか、うちらって海。あそこあれ伊豆じゃないです、静岡じゃないんだよ。神奈川県ですよね。ですね。車で4時間かかんなかった。もっと早かった、全然、うん、しかも道空いてたら、空いてて2時間、2時間2時間で着いたんじゃないかな。2時間ぐらいです、ね、帰りなんてね。シーターも見てますって、冷めるもの。本当にシーター、昨日ありがとう。あー、やばい、超嬉しい。行きますぜ。あ、浴衣イベントね、昨日終わっちゃった。昨日おととい、うん、その前日が2日間浴衣で、ね、火水で来ましたね。ヤクザ来ましたね。極道でしたね。でもいいですね、夏らしいことしたいですね。レイちゃん酒焼けする前声高かった？昔大塚しか歌ってなかったですよ。めちゃめちゃ声高くてキンキンしてね。何年ぐらい前？昔の話だね。確か。もう5年ぐらいこの声ですね。
そろそろちょっともうあと5分10分なんです。ええ嘘。買った方がいいんじゃないですか。え、マジで？あ、50分のやばい。相変わりプレゼント。ああ、せめて1000まで行きたかったね。ごめんね。ねえ、もうちょい。あと70個だから頑張って。行きましょう行きましょう。うん、じゃあマイマイ生ぬぎ T シャツからのサインを。はい、じゃあ本来はこっちが、はい、後ろなので、前に。じゃあちょっと。どうする？ピーンって貼っといてくださいね。夏なんでビキニみたいな感じ。ああ、おしゃれおしゃれ。どうですか？こういう感じ。ブラ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 。水着か。水着みたいな感じですね。これ好きなやつ撮ってます。レイさんのは この辺ですかね？レイさんピンポイントで腕。違う、もうちょっと左。違うね。唇も描きますか？可愛いんで。あ、つけましょう。新しいこれ。出ない。すいません。ポスカ貸してください。男着れねえよ、着ろよ。男をむしろ着てください、うん、これ。あ、むしろね、着るっていうよりこれ激レアだから。唇カサカサですよね。白のポスカあるんですかね。こら言って。ちょっとあやさん。あ、ピンクありますか、ピンク。他のポスカ何色でも。かければ何でもいいです。お、何書いてほしいですか。どれか。はい。ブラダーズ。メガネに見えてきた。そうですね。やっぱ唇。あ、ダメな感じで。うん、プレゼント1枚だけ。相川の愛って書きましょうかね。最愛って書いてください。最愛で書きますか。綾瀬の綾に相川の愛で最愛でいきましょう。なるほど。最見えないですね。え、でもさ、これ普通のポスカよりさ、キラキラしてかわいい。ラメ入りの1分30秒やばいやばいよ。マイマイ、あい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 、よいしょ。これ欲しい人ニコナイトまで内容チューブに連絡ください。はい、そんなわけでね、はい、早いよ1時間、はい、7月7日。 あ、すごい。レイさんのこれも一緒に今日の日付も書いておこうか。はい、書いておこう。あ、レイちゃん色ね、多分それだと見えないか。いっか、どっか書いておこう。ありがとうございます。青で、今日は何月何日だ。7月19日か20日です。20日、うん、これちょっとね、水っぽくてもしかしたら消えちゃうか。まあ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 、あとあの一番のプレゼントスピリタスもまだ残ってるんで用意してるんで、はい、はい、待って待って、あと1分もうすぐ1000。あ、あと5頑張ってください。5、3、2、1。あ、30秒切りましたよ。飲むかーい飲むかーい。おーい、おい、あ、神奈沙さん、待って茶飲んでる場合じゃないんですよね。あ、ね、ビール、あ、喫茶店だけど。あ、すごい盛況した、ありがとうございます。にゃー、にゃー、乾杯はいきなり。また2週間後にアバネンしましょうね。レイさん来てくださいね。2週間後もゲスト呼んでやらせていただきます。10秒。よかった、前々と久々に出れて。うん、皆さんありがとう。ありがとう。ニコナイト、ニコナイト。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。